速報をお伝えします。鹿児島県に土砂災害警戒情報が発表されました。鹿児島県こちら薩摩川内市に大雨警報に加えて土砂災害警戒情報が新たに発表されました。薩摩地方では今日の夜の初め頃まで土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。現在の雨雲の状況を見ていきましょう。こちら16時10分の雨雲の状況です。特に鹿児島県活発な雨雲がかかっているところでは皆様からザーザーゴーといったご報告をいただいております。現在のアメダス降水量データ見ていきましょう。こちら16時10分のデータになりますが、1時間54ミリの雨を薩摩柏原で観測しております。また仙台では1時間23ミリ、紫尾山では1時間29ミリの雨を観測している状況です。この後も急な斜面の近くには絶対に近づかないように安全な場所でお過ごしください。